焦げ目がついてきて非常にね香ばしくて美味しそうです。どう見てもチャーハン。はいどうもー、リュウシオリンさん、料理でーす。ということでですね、今回はボルテージもね、オーバーマックス、ヒートエンドになってきましたんで、ヘルシーラスピ。最近すごい、ごってりしたもん多かったですじゃないですか。いいんですけどね、僕は皆さんが太ると相対的に僕が痩せてることになるんで、それもいいかなと思ったんですけども、やっぱり痩せ飯もやっていかないと。今回はですね、お米の代わりにお豆腐でチャーハンを作るっていうですねレシピをお教えしたいと思います。これね、低糖質でいい感じになりますんでね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでね、早速やっていきたいと思うんですけども、まずですね、やっぱこれがないと始まんないよね、ほんとにね。今回はね、お豆腐ね、もうこのね、もう木綿豆腐使うんですけども、この木綿豆腐だけだと豆腐なんでね、食感を出すためにこのね、豚肉を切って、これをね、ちょっとね、お肉の入ったチャーハンにしたい。はい、じゃあこれちょっと置いといて、ちょっと細かめに豚こましました。で、ネギね、長ネギでいいんですけども、今回ちょっと長ネギ買い忘れちゃったんで、小ネギを使います。長ネギね、8分の1本ぐらい、もうザクザク切っちゃって大丈夫です。はい、ネギの香りってね、結構大事なんですよね。こんな感じですかね。このお豆腐っつうのは水切りをするんですよ。キッチンペーパーをこうパンってやって、こう重し引いて水切りして、めんどくさい、そんなやんなくていい。木綿豆腐ドーン、火強火、 300g の豆腐、まあ一丁ですね、崩していくんですよ、こうやって根気よくね。もう強火で煎りながら、強火でいいのはね、水分を飛ばしていくためです。パラッパラな食感にしたいので、結構ね煎ります。これは豆腐がね、いい感じで、ね、細かくなってくるんですよ。米粒大に崩しながらやっていく。裏返す時に熱々、これをカラッカラにしていくんですね。10分とか15分ぐらい煎ります。一番重要です。じゃないとただのチャンプルーになっちゃうんでね、ここに返しながら根気よくやってください。豆腐の匂いで飲めるかな俺。あ、やっぱね、やっぱ豆の香りがするね。あ、飲めるね。どんなものでもおつまみにできる。人生楽しまないとね、豆腐焼いてる匂いで飲めたらもう人生何でも楽しいよね。だいたい10分ぐらい、これぐらいやったら、水気はね、かなり飛んでる。あとちょっと1分ぐらい、ダメ押しで炒めましょうか。これね、だいたい10分炒めました。もうね、焦げ目がついてきて、非常にね、香ばしくて美味しそうです。一旦ですね、もう火止めちゃって、ここにね、入れ込んじゃいます。油はね、ちょっと多めに使います。大さじ1、これぐらいですね。豚肉。はい。で、これちょっとね、塩コショウをしてあげましょう。からっと。これぐらいですね。じゃあすぐね、半熟になりますんで、この状態でチャーハンじゃない、豆腐でこう混ぜこぜにしていきます。味の素1234567 8振りです。でお塩なんですけども、3分の1ぐらい、ちょっと胡椒入れます。おネギさんを入れていきます。仕上げに胡椒、お酒大さじ10、これぐらい。火を使うとね、やっぱ真剣になりますよね。お豆腐なんでね、ちょっとね、この香りを乗せてあげます。小さじ1から1半ぐらい、これでもう完成でございます。お椀に盛り付けてキュッと押して、じゃあいきます。はい、あらー、どう見てもチャーハンでね、紅生姜ね、ちょっとね盛るとね、夢皮になりますんで、チャーハンが夢皮チャーハン、豆腐チャーハン完成です。それではね、できましたね。熱々のうちに食べていきたいと思います。いただきます。プレミアムのやつ。糖質が低いものを食べるから、糖質が高いものを飲んでも大丈夫、リュウジです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。これはうまいわ。チャーハンよりもずっとおつまみですね、これね。めっちゃ美味しい。好みでね、生姜のみじんちょっと入れてもいいかもしれないですね。うん、つまみだわ。もうね、ほぼ米よこれ。豆腐だから糖質が少ない。食べ応えがやばい。うまいぞこれ。追いこしょう、スパイシー感を足して、うん、低糖質のものを取った後に飲む高糖質。
あー、ラー油ですね。ラー油かけるとやっぱ大体うまいかね、これね。あーうーあーうー、スタッフチャンス。いただきます。はい、食べてください。チャーハン感どうすか。うん、チャーハンだね。本当にちょっと柔らかいチャーハン。ちょっと柔らかいチャーハン。まあでもパラパラ感はさ、あるでしょ。豆腐の柔らかさもちょっと残ってるけど、うん、ちゃんといってて、うん、香ばしさもあって、うん、チャーハン。ありがとうございます。はい、達也くんよりは食レポがうまいですね。おつまみとしてもいいです。主食として食べる場合はちょっとね、塩分ね少し加減してもいいと思うんですけども、豚肉につけるお塩と小さじ3分の1のお塩入れたんですけど、もうちょっと抑えてもいいかもしれないですね。主食として食べる方は紅生姜も、めっちゃ美味しいです。豆腐でチャーハンやりましょう皆さん。ということで僕はこれでまた一杯やりますんで、この辺りで失礼させていただきます。スタッフチャンス。はい、どっちやる？どっちやる？いや、あの、たっちゃんね、今日何も食べてないから、うん、じゃあ、たっちゃん、てつさん、お願いします。はい、